鍵穴に鍵を差したときに差しにくい、させたけれど回りにくいなど、調子が悪いと感じた場合に鍵の潤滑が足りないのかもと普通は考えてしまいます。そこで身近にあるシリコンスプレーや防錆剤、潤滑を鍵穴に入れてしまいます。私もそうでした。防錆剤、潤滑を鍵穴に使うと、使った直後は潤滑油が鍵と鍵穴の滑りを良くするので治ったと感じるかもしれません。しかしそれは一時的なものです。防錆剤、潤滑に含まれる油分は次第に鍵穴の内部へホコリやゴミを付着させてしまいます。油がホコリと混ざると鍵の内部はドロドロとした塊になるでしょう。鍵穴に使えるスプレーは鍵穴専用潤滑剤などの鍵穴専用スプレーです。鍵穴専用スプレーの値段は600円から1200円と高価です。しかし効果のほどは様々です。私も買ってみましたが、軽くなったのは最初だけでした。以前、渡辺謙の鍵師というドラマで鉛筆の芯を粉状にして鍵穴に入れるというシーンを思い出しましたので、試しにやってみました。用意するものは鉛筆、ナイフ、鉛筆の粉をすくうもの、ストローがあったのでストローを用意します。鉛筆の芯をむき出しにします。ナイフで芯をカリカリとこすり、粉を作ります。粉をストローですくい、鍵穴に入れます。入れる量はほんの少量ですね。鍵穴に粉が入りましたら、鍵穴の粉をなじませるようにキーを数回出し入れします。どのくらい軽くなったかというと、キーにティッシュペーパーをかけて引っ張ってみました。どうぞお試しください。